はい、おはようございます。今日はね、後藤の赤むつなんですが、この大きさ、これちょっとね、後藤の場合はまあ、相当鮮度が良くないと手出さないんですけど、これも鮮度抜群と釣りであることと、なぜ買ったか仕入れたかっていう理由として、魚体の丸みがちょっと図抜けていいこと、それからこの油のりがね、もう見ても分かる通り素晴らしいっていうこと、それから大きさがプレミアの大きさであること、これ50センチのこれ50センチのラップ、サランラップなんですが、ね、これでかいんですよ。だから、まあこれ、当然まあ1キロアップ、1点、こっちの方は 1.3 とか 1.2 とか 1.4 とか、なんですけど、ちょっとこれはね、とんでもないレベルの魚です。まあ、遠州灘、それから銚子沖、まあ、順番に入れていってるんですけど、ちょっと競り場でね、まあ、今コロナで危なくて、仲買さんの方にあまり顔出してなくて、競り場でまあ買ってるんですけど、すごいやつがね、入っあって、この丸みすごいなと思ってね。で、相場も半型安かったんですよ。半型って全体の半型ですよね。だいたい、調子時で今日は1号、陰号とか陰6とか、キロでね、してたんで、それから考えると相当安く入ったんで、まあこれならば、鬼付けでも売れるし、当然刺身でも売れるし、で、ね、お客さんの負担も少ないし、美味しいものが食べれると。で、普段買わない、刺身用としては入れない長崎の五島で、ちょっと、仕入れてみました。いいですね。これはね、これ間違いないです。今からさばくのね、ちょっとね、これ本当ワクワクしてるんですけども、どのくらいのね、油が入ってるのか。ね。昨日のアジなんかもこう最高だったんだけど、これもちょっと、惚れ惚れする魚体なんで、今から早速、さばいていきたいと思います。赤むつです。一本釣りの赤むつ。以上です。